期は1978年、福田赳夫内閣の下、サンシャイン60がオープンし、ピンクレディーが歌謡界を席巻し、スター・ウォーズ、未知との遭遇、さらば宇宙戦艦ヤマト、野生の証明といった超大作に囲まれた中で、そのゲームは登場した。そしてその歴史的な瞬間がゲームマシンにしっかりと記録されている。それがこちら、1978年7月15日号にひっそりと掲載された一枚の写真だ。最初に発売されたのはアップライトの白黒インベーダー、価格は59万円。翌9月にはテーブルタイプが46万円で発売される。そして12月に待望のカラーインベーダーが発売された時にはすでに日本中がインベーダー旋風の中にあった。しかし本当にすごいのはほとんどを一人で開発した西門智弘氏であり、さらにすごいのはそのメンタルのタフさである。加えて瞬時に本質を見抜く眼力があってこそ今作が世に生まれたことがわかるはずだ。そして天才と呼ばれる人たちの意外な共通点にも気がつくはずである。西門は昭和19年大阪の岸和田で大工職人の父と小学校の先生だった母との間に生まれ、姉が2人と弟1人の長男として育つ。父は小学生までは厳しかったが、その後は干渉することもなく、母も西門少年の自由を重んじていた。母は東京の師範学校出身ゆえに子供にとっての幸せを考え抜いていたのかもしれない。そして高校まで不自由なく父の作業場の傍らで電子工作をする。作業場では西門がスピーカーアンプを自作する中で派手に真空管を爆発させようとも、時にはレコードを爆音で流そうとも、父は一途に息子の自由を重んじ優しく見守ってくれたそうだ。その後上京し東京電機大学の工学部に入学すると、なんと専門学校にも同時に入学し、昼は大学、夜は専門学校という生活を送る。後に西門は、大学は理論ばかりでつまらなかった、むしろ専門学校で学んだテレビ修理などの実践の方が社会に出てから役に立っていると語る。西門青年は大学を卒業すると自身のスキルが活かせるとの思いでタクトという音響会社に就職する。しかしタクトの上層部には西門の才能を見抜く者はいなかった。ゲームマシンは記事以外にも広告を見ても非常に面白い。こちらはファミコンはおろか、ゲームウォッチすら発売する前の任天堂の広告である。そこにはテーブル筐体のオセロゲームが掲載されている。この年任天堂はずっとオセロの広告を出している。インベーダー以降もオセロ推しは続くのだが、翌年にはインベーダーの波に飲まれてしまう。このオセロゲームは後に家庭用ゲーム機としても発売されるのだが、失敗に終わっている。そしてインベーダーの発売から2ヶ月後、ゲームマシンに今では信じられない広告が掲載される。それがワールドインベーダーというコピー品の広告である。当時はまだゲームの著作に対する法整備が整っていなかったことが大きい。またエレメカの頃より他社が新作を出すと分解して解析後にさらなるアイデアを盛り込んで対抗するのは通常のことであった。そのため完全なデッドコピーでなく、少しでも変更が加えてあれば許容されていたのだ。コピーの度合いも大小含めれば50から80社が製造していたと言われる。当の台頭も過去にアメリカミッドウェイ社との間で基盤コピーをめぐる案件から和解条件としてインベーダーのライセンスを与えている。タクトを退社した西門に話を戻そう。タクト時代の西門は自分の才を必死に売り込むも全く相手にしてもらえなかった。天才が持つ技術はプロになってもすぐに通用するほど高い。しかしその優れた才を世に出すためには優れた理解者が必要でもある。その理解者が才を信頼し現場の最前線へ配置した時に初めて力を発揮する。それは仰木監督が起用した一郎であり、風の谷のナウシカで宮崎駿が起用した庵野秀明でもある。そして西門氏は台頭からやってきた松平部長に起用され力を発揮する。正直この人の采配の引きがヤバすぎる。この時西門は台頭の企画開発を行うパシフィック工業の生産部にいた。ある日パートの女性に混じって製品検査をする西門と少し話しただけで、お前ちょっと設計やれ、お前はもう明日からなのかとうか知らんけどちょっとうちでやってくれ、開発に来てくれ、はいと花形である開発部へスカウトしたのだ。こうして西門は念願の開発部へ席を置くことになる。1970年、西門は最初の設計開発でスカイファイターという傑作を作ってしまう。
その後もエレメカのヒット作を飛ばす西門だったが、再び資材部に回されてしまう。資材の注文書を手書きで発注する部署である。このことは西門もはっきりとした理由はわからないとしている。しかし時代を考えれば、当時の日本企業は年功序列、終身雇用といった古い価値観にどっぷり使っていた時代。中途採用の若手の出世が許せなかったのだろう。ある日、暇そうにしている西門に松平が差し入れをする。ちょっとお前、暇にしてるだろうかな、勉強してみたら、と本を渡す。それはデジタル IC の本だった。西門は、あの人すごい先見の明がある方だったんです、と松平を評するように、これからはこういう時代が来るかもしれないから、お前読んとけよ、と言葉を残して去っていったという。そして西門はその本にドハマりし、デジタル IC に関する全てをその資材部で習得してしまう。後に時代がデジタルに移行した時、社内でデジタル IC を熟知しているのは西門ただ一人だった。今度は誰もが認める形での開発部への復帰だ。出る杭は打たれると言われるが、天才の杭は打つとより飛び出すのである。では、スペースインベーダーの発想はどこから生まれたのか。これもすごいのだが、インタビューを聞く限り、76年のブレイクアウトを見た時点で西門氏はすでにインベーダーのイメージができている。私にはそんな気がしてならない。ブレイクアウトの球も自分が打つと相手へ飛んでいきますよね。むしろ相手の方へ向かって飛んでいき、相手を消していくという発想なので、今までのシューティングのように自分の方から打ってみることにしました。第一段階はそこを考えたんですよね。相手からの攻撃も最初から構想はしていましたね。こうしたイメージを具体的に映像化してみると、すでにインベーダーになっているのがわかるだろう。天才とは、瞬時にそのものが持つスペックを最大限に引き出したアイデアをイメージできる。そしてハードの進化も待ちつつ、それを実現してしまうのだ。スペースインベーダーには人気ゲームとなる条件も揃っていた。その一つが攻略法の存在である。有名な攻略法で、名古屋打ちがある。名前の由来は諸説あり、名古屋打ちと呼ばれる前から東京では知られた技だったとも言われる。この攻略法はインベーダーが再下段に来た時の攻撃が無効になるというバグを利用している。ご覧いただきたい。つまり人気条件の攻略法に加え、もう一つの条件、裏技も存在していたのだ。こちらはもう一つの有名な裏技、レインボー。10点インベーダーを最後に残すと現れる現象だ。どちらの現象も西門氏がプログラム上で意図したものではなく、偶然生じたバグである。この残像がレインボーだ。偶然とはいえ見事なバグである。1979年、ヘラルド出版より攻略本も発売され、飛ぶように売れた。もちろん対等非公認である。攻略法も裏技もスペースインベーダーが元祖と言われるため、この本も攻略本の元祖ということになる。スペースインベーダーの影響はあらゆるところに及んでいる。同時期に大ブームを起こしたマイケル・ホイのミスターブル。1979年5月に公開された日本での2作目のタイトルは、なんとインベーダー作戦。また当時のディスコではインベーダーダンスが流行り、コンテストなども開催されている。当時と振り付けが同じかわからないが、こちらは TikTok にアップロードされている川崎真由氏によるインベーダーダンスだ。ちなみに川崎氏はインベーダーのスコアで1万点以上を叩き出す猛者でもある。後にコロコロコミックで藤子漫画と人気を二分したゲームセンター嵐も、インベーダーブームの時に掲載された読み切りが最初である。嵐のトレードマークはインベーダーをあしらったキャップ。当時抽選でもらえたインベーダーキャップは子供たちの垂涎のアイテムだった。インベーダーブームで動いた驚愕の数字を見てみよう。結果的に台頭の純正品が10万台、ライセンス版が10万台、無許可のコピー品が30万台と、累計50万台ものインベーダーがわずか1年半で流通したとされる。純正品を50万円として単純計算するだけでも、対等の売り上げは500億円。たった一つのゲームが累計で2500億円を動かしたことになる。またインベーダーを導入した業者はさらに儲けていることを考えると、日本中から100円玉がなくなったという話は都市伝説も何も普通に事実であろう。
しかしインベーダーブームに水を差すものが現れる。新聞、週刊誌、そしてテレビといったマスメディアだ。同じマスコミでもゲームマシンと真逆のスタンスな上、大衆を煽ることに長けたメディアである。いくつかの記事を紹介しよう。ああ、玉砕が好きな日本人。勝てぬ戦争。テレビに挑み、100円玉、際限もなく奪われ。最近は喫茶店や住宅地の商店街にもこの音が氾濫してきた。パチンコのように景品がもらえるわけでもないのに、インベーダーに魂を奪われたような熱中ぶり。インベーダーの大群を一匹ずつ撃ち落としていくもの。ここの一文だけでこの記者が一度もゲームをプレイせずに記事を書いていることがわかる。記事の最後には都合よくまとめてくれる評論家が登場し持論を語る。喫茶店で恋人同士がテレビゲームで遊んでいるのは、目と目を合わせる人間的な触れ合いが苦手になっているからだ。虚構の世界とコミュニケーションしてる姿が孤独で寂しいですね。こちらは単なる事務所荒らしで御用になったという記事なのだが、過去の職業がインベーダーのリース業だったというだけで、見出しにインベーダーの文言を入れられ、悪印象の刷り込みを図られる。こちらの記事も要約すれば、応札紙2人埋める、犯人フェリーで御用という内容である。どちらにしても痛ましい事件ではあるが、ゲームセンターが極めて危険といったミスリードを感じる。こうしてインベーダーブームはマスコミが先導した大衆の巨大な圧力に潰されてしまう。革新を生み、多くの人を夢中にし楽しませた、その代償としてである。もしこのゲームが平凡な作品だったらこうはならなかっただろう。このインベーダー特集はNHK が44年前に作った番組である。そこにはインベーダーに熱狂する人々と、インベーダーの次のポストを狙って社運をかけた人たちが記録されている。スペースインベーダーをきっかけに業界全体が目覚め、急成長を遂げる。そして台頭そのものも巨大企業へと一変させ、石門氏は開発を統括する立場となっている。石門氏があれほどバッシングされても開発者として潰れなかったのはなぜだろうか。夢中になれるものは必ず残っていくこと、ゲームの善悪などはマスメディアが決めれるものではないこと、それを分かっていたのだろう。答えは歴史が証明することになる。西門智弘、日本のゲーム市場を巨大市場に一変させた偉大なるクリエイターだ。